こんにちは、土の子です。今日はポケトルの更新日、チェックインしたらね、出てきましたポケモンサファリ登場。サファリが出ましたね。今回はサファリか。そしてチャオブーが登場で、あとはグラードンが登場してたのかな。もうね、ちょっと見過ごしてましたけど、グラードンが登場してるということで、やっていきましょうか。の前に、パスワードがありますね。パスワードは0707-3180。はい、パワーアップをゲットすることができるので、皆さんね、ぜひゲットしてください。これはね、アルトくんが教えてくれました。さてと、じゃあ今回はね、チャオブをやっていきましょうか。進化チャレンジ、多分そんなに強くないんじゃないかな。お任せでいこうかなと思ってます。カメックスと、メガプテラ、バンギラス、グラードン、レジロックかな。アイテム使わないでいきます。なるほど、そうだね、ちょっとずつ壊していくしかないかな。こうでしょうかね。そしてこう、よし、これで消えましたね、全部。そして、おお、すごいことやってくるね。これはメガプテラの方が良かったかな。チャオブーだらけになった。とりあえずこうやって、うん、そしてバンギラス、これもこう揃えておきましょう。なかなか HP ありますね。ここを揃えたらいいんだね。なんとなく分かってきましたよ。こういきましょう。そしてバンギラス、よし、11残りましたね、手数は。メガプテラにする必要はやっぱりなさそうですね。さあ、ポケモンゲットタイム。3%スタートからの 36%。一発で出てきちゃったね。あら、スーパーゲットチャンスも出ちゃった。とりあえずね、メガプテラで行ってみたいので、これは家にしておきましょう。メガプテラで行ってみようか。一応ね、500コインゲットです。多分でもメガプテラがメガ進化する前にやっつけてしまうような気がする。ふむ、あら、しびれちゃいましたね。これをやると両方消えるんだね。左側の方がいいんだな。それで全部消えるんですよね。メガプテラ、なかなかメガ進化してくれないね。ここならいいんだよね。よし、あれあ、今お邪魔ポケモンを消してしまったね。メガプテラか、メガプテラがボンミスをしちゃいました。さあ、でも9手残りましたね。メガ進化はせずでした。やっぱりメガプテラよりカメックスの方がいいね。 30%。 さあ来い、捕まえちゃってダメか。さっきね、ゲットできなかったんですけど、今回スパボリセットをね、使います。投げて出てきたら、リセットする方法です。さっきね、マックスだったけど、これでね、一旦終わらせます。これでね、コインは減ってないので、またね、チャオボーに挑戦しますね。コイン減ってないでしょ。9万9000あります。じゃあカメックスでこう、もうさっさとゲットしましょう。次はよし、11点残りました。ポケモンゲットタイム。さ
36%。 いけ。さあもうゲットしちゃえ。ここでピシッ出てくるね。ピュッピュッ。なかなか捕まってくれないです。どうでしょうか。 72% ゲットできました。獲得コインは10ですね。10か。チャオブーの攻撃力は60、パワーパンチ時々ダメージがアップ。これはまあ進化前チャレンジなんでね、進化後に期待したらいいんじゃないでしょうか。はい、ということで今回はねパスワードとチャオブーを挑戦してみました。チャオブーはねそんなに難しいことなく、まあゲット率はちょっと低いので何回か挑戦しなきゃいけないかもしれないけど、スパボリセットとか駆使してねもう早めにゲットしてサファリとかねやった方がいいと思います。それじゃあね次はグラードンやっていこうかな。次グラードンやって、その次にねサファリに挑戦していきたいと思います。ということでよかったらね次もまた見てください。それじゃあ土の子でした。